入場することができるでしょうか。さあ、まずは第1巻の足の入り口の模様をチャンスをまとめて入場していきます。さあ、ここから真剣に勝負ですよ。ほら、行き過ぎ。さあ、真剣に向き合った皆さん、もっと一歩、あと一歩、チャンスを発動で。さあ、ここから一気に降りていきますよ。さあ、1頭、2頭、3頭、4頭降りましたね。はい、第1巻をクリアです。さあ、次の第1巻の作戦たちの間、やはり4頭をまとめて降ってきます。さあ、後ろの方から3頭。さあ、皆さん、1時間のフレード合図、はい、ご注目くださいね。次回はどんな合図でハローちゃんに指示を出しています。さあ、第1巻のクリアにつきまして30ポイント。さあ、第2巻もちょっと難しいんです。さあ、どんな作戦で競争ということでしょうかね。そういう一度の停止状態から相手をつけて、あの逆お前さあ、もう一度後ろの方から、まだ一度押されてませんでしたね。さあ、もう一度大きくなりますよ。さあ、こんなことさあ、もう皆さん落ち着きますね。次回、上のアイス、上のアイス、右回り、左回り、はい、こんな成功です。みんなくっついて、右回り、左回りの合図を出しながら誘導してきます。さあ、80ポイント、最後は柵の中、4頭まとめて閉じ込めちゃいます。このトレード、最後決めることができなければ失格となってしまいます。さあ、ここは落ち着いて。この部分は手を使いませんでしたよね。はい、ドーンと入って、はい、ゴール。ドタバタでしたけれども、どうでしょう、見てにらみつけるようにご覧いただけました。なんかそれどころじゃなかったような気もしますけれども、そうなんね、このにらみつける姿がボーダーコリー一番の特徴です。このにらみつけるというのはね、私たちが教えようと思ってもなかなかできるもんじゃないんですね。生まれてから3ヶ月ぐらいしますと、突然動くものをにらみつけるっていうね、面白い本能を持っています。このにらみつける姿